好きな男性を確実に落とす女性にはこんな特徴があるんです。こんにちは、おがけんです。このチャンネルでは人間の思考や行動の本質にフォーカスすることで恋愛や仕事などあなたの日常をより豊かにしていくためのアイデアやヒントを紹介しています。動画はほぼ毎日更新しています。最新の動画を見逃さないためにもチャンネルの登録をよろしくお願いします。また不定期でありますが LINE アット公式 LINE の方でも様々な情報を配信しています。下の概要欄説明欄に LINE アット公式 LINE へのリンクが貼ってありますので合わせてご登録ください。いつも好きな男性から好かれる女性がいる一方でいつも好きな男性からいまいち好かれない女性もいる。この違いは一体どこにあるのか、そしていつも好かれる女性はね、どんなことをやっているのか、どんな特徴があるのか、そんなお話を今日は6つの代表的なポイントでご紹介をしていこうと思っています。お相手がねどうであれ、まずはこう自分の心をねどう整えていけばいいのか、お相手に好かれる好かれないに関係なくね、自分軸をどうやってぶらさないようにメンタル強くしていくのかという話についてはこういうセミナーの中でもご紹介させていただいています。僕が講師をやってるんでお越しいただくとね、僕がお話してますのでこちらにお越しいただいてもいいと思います。日程場所は下の概要欄説明欄にリンクが出ていますから、そちらからホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンクが出てますからね、こちらの方からホームページに飛んでいただいて、日程場所をご確認いただいてご都合よければね、こちらにお越しいただくとして、今日は、こういう女性って大概ね、いつも、好きになった男を落とすよねと、逆にこういう人ってね、なんかせっかくね一生懸命やってるんだけどうまくいかなくて空回りしてしまうこと多かったりするよねと、そんなお話を、ご紹介をしていこうと思っています。もちろん個別具体的にねいろいろ見ていけばここでご紹介させてあげる話全てが当てはまるかというとそういうことでもないので、個別具体的なご質問ご相談については僕の個別セッションにお越しいただければあなたの状況や環境そして心の状態をお伺いさせていただきながらより実践的なアドバイスをさせていただいたり、問題解決が必要であれば問題解決のためのお手伝いをさせていただくこともできます。これも同様に下の概要欄説明欄にリンク出ていますからそちらの方からホームページに飛んでいただくか、こちらにも同様のリンク出ています。こちらの方からホームページに飛んでいただいて、ご希望の日時ご入力いただいてお申し込みくださいませ。ということで今日は好きな男性をほぼほぼね確実に落とす女性の特徴ということで、6つ代表的なものをご紹介していこうと思います。そのうちの1つ目はこちらです。はい、正しい相手選びですよね。あなたがどんなに好きになってもね、あなたのことを好きにならない人ってのは残念ながらいるんですよね。あなたのことをどんなに好きな男性がいたとしても、あなたが絶対に好きにならない男性っているじゃないですか。彼がね、どれぐらい、YouTube とかでね、恋愛ノウハウを身につけたとかね、恋愛教材みたいなものを買ってね、恋愛スキルを高めた。で、あなたのところに来ました。でもあなたは好きじゃない、じゃあ終わりっていう話いいですよね。それは別にその彼が悪いとかではなくて、あなたがそういう人がタイプじゃないというか、その人と、ちょっとやっていけないだろうなと思うっていう、ただそれだけの話ですよね。同じようにあなたがねどんなにこうテレンテクダを駆使して、思いを込めてね、好きな男性にアプローチをしても、その人がいやちょっと俺無理かなっていうふうに言ってしまえば以上終わりなんで、逆にやっぱりちゃんとお相手をね振り向かせるというか、お相手を落とす人っていうのは、お相手の守備範囲に自分が入っているかどうか、自分の強みとかね、自分の弱みも含めて自分という人間をちゃんと理解をしながら自分をどういうふうにこう打っていくと、そのお相手が求めているものにね、合致して、お相手に受け入れてもらえるかということをちゃんと考える、そしてそれを受け入れてくれる人であろうかどうかということをちゃんと見極める。当たり前といえばね当たり前なんでしょうけど、どうしてもね好きになっちゃうとそのあたりって吹っ飛ぶんでね、愛があればみたいな話にさっきもね言ったようになってしまいがちなんだが、そうじゃなくて、まずやっぱりお相手にもね好みの問題とか、求めるものっていうのがあるわけで、それはあなたがいいとか悪いとか、あなたが魅力がねあるとかないとか、そういう話ではなくて、あなたの人間性がいいとか悪いとかそういう話と全く関係なくてね、単純に彼の好き嫌いというか、彼の好みの問題とか、条件面であるとか、彼が求めているね、人生設計であるとか、そういったものと比較して考えた時に、あなたの存在っていうのは彼にとって必要じゃないよねっていうふうに思う人はもう残念ながら、必要じゃないから、あなたのことを必要としてくれる人をちゃんと見つけることができる、そこにちゃんとアプローチをできるかどうかっていうのが、一番大事な話であってね、そこはでも冷静にね、さっきも言ったようにご自分のことを見てお相手のことを見ていけば、分かったりするんですけど、そこをねちゃんとこう抑えられるかどうか、というところが一番重要なのかなと思います。さあ、そして2番目はこちらですね。1番目のところでねお相手見極めたら
これをやっていきましょうということで、期待しない行為をね、伝えてあげてください。期待しない行為というのは、見返りを期待しない、私はあなたのこと好きなんよ、私はあなたのことを愛しとるんよ、私はあなたとお付き合いしたいんよ、そういう気持ちを私は持っておるんよ、でもそれを返してねとは言わないというかね、まあ、それを返してねというような雰囲気を出さないで、まあ、ただ言ってるだけ、私はねあなたのこといつでも OK だからね。これなぜかというと、まあ、期待をされるとねみんな大体逃げたくなるんですよね。それはあなたもそうだと思います。まあなんかね見返りを求められてるんだろうなとか思いながら、なんか期待されてるんだろうなとか思いながら、こう好きとか言われてもなんかちょっと重苦しいなとか、まあ、ちょっとなんか鬱陶しいなっていうふうに思ってしまうことってありますよね。でもまあ好きって言ってくれてるだけだったら、本当に好きで言ってくれてるんだなとかね、可愛いって言ってもらえれば、まあ可愛いって言ってもらえてるんだな、あなんかすごくありがたいなって思いますよね。ただ一方で俺は可愛いって言ったんだからこの後俺とご飯行けよみたいな雰囲気が漂ってたら、ちょっとなんかうわって思うじゃないですか。それは同じように男性もね、やっぱり何かしらこう期待を持って、まあ、ポジティブな言葉を述べられても、その裏にあるものっていうのはさ、どうしても透けて見えてしまったりするんでね、それがやっぱり重くて、まあ、面倒くさいなというふうに、まあ、考えてしまうことがある。これはまあ男女の問題だけじゃなくてさ、まあ、仕事上でもね、こう何かをこう、ね、お相手に対してやった時にその裏に何かあるんかなっていうふうにこう思ってしまうと、途端にねその関係って冷めたものになっていってしまうじゃないですか。だからそういうこと全くなくて、単純にね私好きだから好きなんよ、ということを言ってあげる。まあ、そうすると、ね、これいつも言ってますが、やっぱり好意を抱かれればお相手に対してね、やっぱり好意を抱きやすくなってくれるし、愛情を持って、ね、接してもらえればこちら側もね愛情を持って接したくなる。他人は自分の心の鏡なんです。あなたがどんな接し方をするかによって、お相手はあなたへの接し方が変わる。だからもちろんね、一番目にも言ったように、あなたのことを受け入れてくれるであろうという前提の人にね、期待しない行為を伝えてあげると、まあ、結果的に期待通り行為が返ってくるというお話。まあ、だからこそね、行為は伝えて損なことはないというお話はね、いつも申し上げています。こういう動画の中でもね、言ったような気がしますので、後で確認してみてください。こちらに画像があって、こちらにリンク先もあるんでね、この辺りちょっと見ていただきながら、期待しない行為を伝えてあげましょうということです。さあ、そして3番目はこちらですね。はい、オーバーレスポンスですよね。まあ、彼があなたに対して何かをしたことに対して、まあ、大きくね喜ぶとか、まあ、大きく悲しむとかね、まあ、つまり何が言いたいかというと、自分の感情表現をねはっきりしてあげてくれっていうことなんです。なぜならば男の人は、これいつも申し上げてますね、女の人の気持ちがわからないんです。自分があなたに対してやったことが、それが果たしてどうなの、良かったことなんか悪いことなんか、それともムカつかれてるんかっていうことはね、よくわかんないんですよね。これは男女逆にしても同じで、まあ、女性から見た時にも男性の感情って分かりづらいところありますよね。彼にプレゼントをあげました、まあ喜んでくれてるんだけど、本当に喜んでくれてるんかなとか、いやどうなんだ、本当は嫌がってるんちゃうかなとかね、今日ご飯一緒に来てくれたけど本当はつまんないんじゃないかなとかね、こう思ってしまうことってそれはあったりするじゃないですか。そこをさ、お相手がねオーバーレスポンスでね、おおありがとうとかね、いや今日は本当一緒にご飯食べられてすごい嬉しいんだみたいな、まあ、あんまりやるとねアホっぽくなるけど、まあそういうことを分かりやすく伝えてくれると、あそう思ってくれてるんだ、ありがとうっていうふうにこっちも思うじゃないですか。それは男性も同じように、あなたがねやっぱりオーバーレスポンスで返してあげることによって気持ちが分かる。その裏側にね何もないんだっていうことも安心感もある。そしてさっきも申し上げたように、男性はね女性に比べてやっぱり異性の気持ちが全く分からないから、それが分かるから安心感がある。だから彼女と付き合ってても、あそんなになんかねボタンかけ違うこともなさそうだし、まあ大丈夫かな。そして自分がねやっぱりやったことで彼女が喜んでくれる、その喜びをもっともっと大きくしたい、そういうモチベーションが湧くし、まあ、あなたがね悲しい思いをすることになるかもしれない。その悲しみを、あちょっと罪悪感感じて、なんかフォローしておかなければいけない、やっぱり俺がいなきゃいけないんかなっていうふうに思うこともある、まあ、結果的にねその人に惹かれていく。だからまあこれもさ、あなたの身の回りにもいるかもしれませんけど、大概ねやっぱりこう男を落とす人ってレスポンスがねいちいち大きいというか、分かりやすいね、結構まあわーってね喜んだりとかね、ガーンってこう泣いたりとかっていうことを大きくされる方がまあ多いですよねという、そういうお話でした。さあ、そして4番目はこちらですね。はい、まあ、これをねやる人はよくいます。恋愛相談をね、すると大概男の人は落ちるっていうね、これはね、まあ、いろんな理由があるんですが、一つにはねやっぱりこう相談であるということが大きくて、その相談というのはやっぱりこう
自分がちょっと下に入ってね、お相手を立てるような状況になるわけですよね。そうすると男性はそれ自体が心地いいんですよね。男の人は頼られるのが好きだというお話をね、いつも差し上げています。誰かの力になりたいんです。あなたの力にもなりたい。そこであなたから頼られる。それだけであなたのことを受け入れやすくなるんですよね。そして話が恋愛相談じゃないですか。恋愛相談ということは、まあ恋愛の話にね、まあ、気持ちがどうしても引きずられやすい。そして恋愛相談で出てくる話題っていうのは、まあ、自分以外の別の男の話ですよね。で、別の男の話を聞きながら彼はどう思うかというと、男の人ってね、常にやっぱり他の男に対して自分、他の男たちの中で自分のポジション、そんな風に考えるので、聞いてるとね、なんか俺の方がイケてんじゃねえかなとかね、あ、なんだ彼女だったら全然俺の方がふさわしいかなとかね、まあ、話しながらね、聞きながらどっかで思ってしまうんですよね。そしてあなたが彼に頼っている、あ、やっぱり俺かということで、気づいた時にはね、ハマってしまうという、まあこれもだから本当あるあるで、恋愛相談してる間にね、お相手と結ばれてしまったりとか、まあ、お相手がね、あなたのこと好きになってしまったりとか、またね、あざといというと言い方良くないかもしれませんが、男の人をうまく落とす人ってのは大概ね、こう恋愛相談から入っていくみたいなこともね、よくあったりするんでね。だからこれもだから、お相手はね、ちゃんと選ばなければいけなくて、まあそういう話で心動く人もいるし、まあそういう話でもね、全く動かない人、まあちなみに僕のところにも恋愛相談よく来ますけど、じゃあ恋愛相談されたらね、好きになるかって言ったらそれは全くならないので、それはケースバイケースというかね、まあ状況環境によるという大前提があるんだが、まあ男の人っていうのはね、やっぱりこう恋愛相談してくる女性に対して、あ、俺のこと好きなのかなとか、あ、彼女に彼女にとって俺って結構イケてる人なのかなっていうふうに勘違いさせやすいから、まあそういうことでね、まあ、うまいこと恋愛相談ができるような状況を作れるんだったら、まあそういう話をしてあげていただくというのもありよねというお話でした。さあ、そして5番目ですね。はい、接触頻度をね、高めることができるかどうかなんです。まあこれはまあ男性同士、女性同士、まあ男女間でもね、全て同じ話で、人は接触頻度が高い人に対して信頼感や安心感を抱きやすい。接触頻度とお相手に対する安心感っていうのは比例するんです。もちろんね、相手が嘘つきとかじゃないという大前提ですよ。だから職場にいる仲間とかね、まあ同じサークルに入っていて定期的に会うようなお相手に対しての安心感や信頼感ってさ、まあね、他の人に比べれば高いじゃないですか。それは普段会ってるから、お相手のこと知ってるし、自分のことも知ってくれてるから、まあ、そういう意味ではね、お互い安心できる。だから人は誰であれ、男性も女性もね、居心地のいいお相手ってさ、やっぱりこう気心知れたというか、まあ頻繁にね、会う、お互いのことをよく知ってる相手だって話をね、この間差し上げたんですよね。こちらに画像があって、こちらにリンク先もあるんで、この話もね、ちょっと後で思い出していただければいいんだが、まあだからそういう意味でこう接触頻度っていうのを、まあ職場とかがね、同じであれば、まあそれこそね、まあちょっとね、ボールペン貸してよとか、まあちょっとこの書類ってね、どういうふうに整理したらいいのとかいうふうに、まあ質問して聞くとか、そういう話があるんでしょうけど、そういう場じゃなければね、まあどうなんでしょうね、ちょっとこうご飯食べに行こうよっていう話もいいんだが、まあ、それ以外にも、まあ、さっきね、期待しない行為というお話を差し上げました。まあ、たわいもないことでも構わないので、まあ、頻繁にね、まあ、頻繁っていうのもその度合いの問題はあるので、まあ、お相手のね、呼吸、お相手の間を見ながら、まあ、お相手に負担のないぐらいにちょいちょい連絡をする。向こうから連絡が来ないからどうのではなくて、あなたの方から連絡をね、頻繁と言っていいかどうかっていうのはまた微妙なところではあるが、まあ、相手に負担にならないぐらいにやっぱりこう連絡を取ってあげると、まあ、そうすると、まあ、何度かねやり取りをしているうちに、まあ、なんかやっぱり気心知れてくるし、まあ、なんかね、あ、やっぱり好きかなっていうふうに思ってくるし、まあ、ある程度ね、こうお相手もそれ、ね、お相手がいない状態っていうか、パートナーがいない状態で、あなたからね、期待しない行為も伝えられていて、なおかつあなたのことをね、好きっていう、まあ、好きになるっていう土壌がねあるような方で、頻繁な連絡さえあれば、じゃあちょっと付き合ってもらいたいなっていうふうに、それは向こうからね、思うようになるので、ぜひ、まあ、頻繁な連絡っていうのを心がけてあげるというか、頻繁な接触、まあ接触頻度を高めることをね、ちょっと心がけてみていただくといいのではないでしょうか。さあ、そして、6番目です。はい、手間をかけて待つことなんですよね。これはね、もう本当に恋愛上手と言われる人は大概ね、ここなんですよね。まあ手間をかけるときは手間をかけて、
そして木が熟するまでちゃんと待つことができるかどうか、まあ時にね勝負かけなければいけない時もあるから、そういう時はねググっていけばいいんだが、やっぱりね好きになってしまったりとか、やっぱり気持ち高ぶっていってしまうと、どうしてもいろんなことをはしょってね、とにかく好きだからとか、とにかくこうね私と一緒にいてほしいからみたいな話に行ってしまうんだけど、あなたの温度がね100度まで高まっていても、相手はまだ10度とか20度であったりする場合もあるわけだから、それがねいきなり100度に向こうが高まることを期待するんじゃなくて、30度40度50度ってゆっくりさ高まっていくところを、まあ、待たなきゃいけない時もありますよね。そして20度30度40度っていうふうに上がっていってもらうためには多少やっぱり手間をかける、だから接触頻度を高めるようなことをしなければいけないし、期待しない行為でもね相手に伝え続ける、つまり火にずっとかけておかないとまた冷めてしまうから、火にかけながらお相手の温度が高まっていくのをちゃんと待つことができるかどうか、そしてね、まあ、あとは100度になったところを、ちゃんとねググッと取りに行かないと、あとはもう全部蒸発してね散々火にかけたらなくなっちゃってたっていう話になると困るんでね、まあ、そこはだから勝負かけるところは勝負かけるにしても、まあ、期待しないで待つ、だから待った方がいい場合っていうのもね、あったりするよねっていうお話、こういうお話の中でもねご紹介を差し上げました。こちらに画像があってこちらにリンク先もあるから、まあ、あなたの都合でねあなたの思いで、お相手に対してねこう愛されたいとか好きになってほしいっていう気持ちもわかるんだけど、お相手にはお相手の都合があるから、まあ、そこはね待てという、まあ、大人の対応ができる人っていうのは大概お相手をうまく落とすことができるよねという、そういうお話でした。さあということで、全6項目をご紹介させていただいています。もちろん細かいことを挙げていけばこの6項目に限ったことなくねもっといろいろあるんですけど、ただまあこういうことをやる人っていうのは、まあ、大概ねやっぱりお相手の気持ちをつかむことができたりするよね。そしてこれねもうお気づきだと思いますけど、実は恋愛という話だけではなくてね、まあ、お仕事上、まあ、いわゆるこうセールスというね世界の話とか、まあ、ビジネス上の交渉法とかでも言われりゃそうだよね。特に1番とかね買わないお客さんのところにさ売りに立って買ってくれないから、その買ってくれる人かどうかっていうのをちゃんと見極めるっていうことはね一丁目一番地だったりするわけですよね、まあ、そういうことも含めて、まあ、男女の関係に限らない、まあ、人間関係全般としてね、まあ、うまくやれる人、またお相手の気持ちをねしっかりつかめる人っていうのは、まあ、この辺抑えてることが多いよねというお話なんです。そしてねこれはいつもこのチャンネルの中では言ってるんですけど、この手の話はね、別に今ここで初めて聞いた話じゃなくて、多分ねあなたも分かってる話の方が圧倒的に多いと思うんです。だけども恋愛事になるとね忘れてしまうことが多いので、ちょっとね突っ走りすぎてるかなとか、ちょっと自分の気持ちに素直になりすぎてるかなっていう時にはちょっと待てよということで、まあ、このあたりもう一回思い出していただいて、自分で自分をねコントロールすることができるようになると、まあ、お相手との関係をねもうちょっといろんな形でうまくいき、そして、好きなお相手をね落とすことができるようになるのではないでしょうか。現場からは以上です。